お店を大切にしてくれる皆様へ。お店はこの通り営業できません。なんとか再建しようとクラウドファンディングしたんですが、全国の皆さんというよりはこのお店を大切にしてくれる皆様がメッセージや支援していただいて本当にありがとうございます。なんとか恩返しできるように頑張りますのでよろしくお願いします。僕としては全国の皆様が支援してくれるイメージでしたけど、同じ被災者の人とか、まあ、避難所におられる方からもご支援とかメッセージいただいて、本当にちょっと泣きそうなぐらい嬉しかったですね。初めは自分のために再建と思ったんですけど、やっぱお客さんのためにも再建しなくちゃなっていうところもあります。僕は自分では思ってなかったんですけど、妻がやっぱりこの人死ぬんじゃないかぐらいの感じで思っとったらしいので、やっぱ絶望してたんでしょうけど、そうですね、すごく前向きになりました。それもスタッフとかスタッフのお子様がメッセージくれて、あ、この人たちのためだけにもやらんとダメやなってなったら、ちょっともう前向きになったんですかね。今年は11月1日でちょうど10周年だったので、もしできるのならその日までになんとかお店やりたいなっていうのはありますし、今まで以上に地元の方に恩返しできるようなそんなお店にしたいですかね。